ドナノノット、またはドナシャンのノットはフランスの画家である。主に肖像画を描いた。フランス東部ブザンソンの旧家に生まれた。弟にボルテールと論争したことで知られる神学者、クロード・アドリアンのノットがいる。幼い頃から美術家を目指し、地元の画家に学んだ後、パリに出て1836年に、 王室の筆頭画家になるフランソワルモワヌの工房千七百二十八年に入った。ルモワヌの弟子の中で、技量を認められるルモワヌの助手として、サンシュルピス教会の礼拝堂や宮殿の壁画の仕事をした。歴史画も描くようになり、アンタン公爵の援助も受けるようになったが、千七百三十六年に公爵が死去し、千七百三十七年に死のルモワヌも死去したため、 講演者を失うことになった。1737年に裕福な年上の未亡人と結婚した。肖像画家として働き、パリの展覧会に出展した。1754年にリヨン市の公式画家に任じられ、リヨンに移った。リヨンで亡くなるまで活動し、無料の美術学校を開き、ジャン・フランソワ・コルソンやフランソワ・ユベール・ドルーエラを教えた。 ありがとうございます。